こんばんは、ワイズです。グラフトピア実況プレイ始めていきたいと思います。いや、このゲームマルチプレイで遊ばないかっていう誘いをちょっといただいたので、前話題になってたよね。去年ぐらいに話題になってた時には触らずに購入だけしていただく感じだったんだけど、改めてみんなでやるにあたり、最初のシングルの設定ぐらいというか、キャラ設定とかそのあたりぐらいは、事前にやっておこうと思って、それを動画にして残しておこうと思った感じです。では始めていきます。キャラクター作成からだね。ほうほう、男女をまず選べると。男でいきましょう。肌色はこんな感じかな。はいはいはい。いや、どうしようかな。結構バラエティ豊かだよね。豊かというか、すごい幅が、振り幅が大きい。どうしよう。この辺かな。なんかまともな主人公っていう感じの顔だと、この辺りなのかなと思いますが、はい、目は、目灰色がいいかな。で、眉毛は、少し濃いめがいいから、こっちでいいか。で、髪型。この数の中にこれ入れる必要あった？すげえ綺麗じゃん。カクカクしとる。いや、なんかな、ベタすぎんのも微妙だけど、一旦普通っぽく作っておきたいな。この辺でいきましょう。はい。で、髪色をちょっとね、赤っぽくしたりもいいなって思うけど、赤でいってみようか。で、ヒゲカミングスーン、フェイスペイントカミングスーン。そうそうそう。アーリーアクセスっていう仕組みで、これはリリースされているゲームなので、今ね、まさに発売はしてるけど、作ってる最中なんだよね。だからアップデートでどんどんこういう仕組みは入っていくのかなと思います。性別、そもそも男女をこっちで選ぶんだ。事前に選ぶんじゃないんだね。どの見た目でも男女を選べるようになってると。で、種族は、あ、エルフとデーモンがカミングスーン。なるほど、了解。じゃあこれで一旦作成します。キャラクターの名前、これは、あ、なるほど。これでいいのかな。ボタン。これは、ボタンだね。なんだろう。心が耐えられなくなって、オスの街みたいな。このまま耐久してみる？押しますよ。ほー、押したことによって爆発が起きたと。脅迫じゃん、さっきの。うわ、滅びた。これでゲームオーバーか。いいゲームだった。ほう。ちょっと待って、あの流れでお前悪いとか言われたらちょっと切れそうなんだけど、大丈夫？ようこそワイズ。地球のことは覚えていますか？あなたが滅ぼした星のことです。で、やっぱり言われたわ、これ。この流れ、あのまま押さなかったらどうなってたんだろうな。2時間ぐらい待ってみてもよかったかもね。あ、ごめん、読めてなかった。あの世界線ではいずれそうなることは分かっていましたが、人類は火を起こし、森を開き、産業を発展させ、繁栄を築き。これ勝手に今進んでたよね。
あなたが滅ぼしたのです何度も言うじゃん。しかし偉大なる神クラエルはもう一度チャンスを与えることにしました。人類に、そしてあなたに。あなたは最初の人類となり、新しい世界クラフトピアを今度こそ正しい世界へ導くのです。竜を打ち倒し、伝説の武具をまとい、世界のどこからでも見える偉大な灰火を立て、その頃にはあなたも世界の秘密を知るでしょう。ワイズ、クラフトピアであなたはやり直せるのです。新たなる世界であなたと共に希望があらんことを。いや、ありがたい話なんですが、世界滅ぼした人じゃなくて他の人に頼んだ方がいいんじゃないかな。お、ジャンプ、これで移動で、これでジャンプの、あとは、あ、これでしゃがみ、丸ボタンでしゃがみ。今コントローラーでやってます。コントローラーの操作はまだなんか非完全みたいなこと言われてたんだけど、一応コントローラーでやって何か問題が起きたらキーボードに戻そうかなっていう考えでいます。で、LK は、あ、レフトトリガーがこういう殴り行動だね。攻撃、ジャンプ、しゃがみ。殴りはしゃがんでる状態だとできない。了解。じゃあ行きましょう。あれ、これでいいんだよねもう入っちゃった。ほう、まだワールドがありません。ワールドを作成しましょう。あ、なるほど、一回タイトルに戻ってきてワールドをまた作るんだ。さあ、お、はいはい、遊び方1、移動、歩くはクリア。ちょっと怖いんですけど、なんかまたもや竜が如くみたいになってない？ちょっと怖い怖い怖い。話すことができると、はい。トリガーで攻撃、木や石から採取するときは長押しでも大丈夫。トリガーで攻撃ちょっとそんな気したんだよなめっちゃ追っかけてる。あ、なんかごめん、なんかダメージめっちゃ受けて、おー、なんか取れそうだけど、これ降りて大丈夫か？降りちゃおう。もう、あ、登れるんだ。はいはいはい、壁に登る、クリアごめんって。はい、話す、あれ、話せない、話す。 X でアイテムを回収できるわ。自動で回収できるアイテムもあるわよ。うん、このハンバーガーでインベントリを開けるわ。クラフトはメニューからも開けるし、O でも開けるわ。お、なんか食べちゃった。あ、今手に入ったやつか。LR でこのアイテムのカーソルを切り替えるんだね。で、これで攻撃。で、そうかそうか。Y ボタンで使うことができるのかな、アイテムを。で、メニューか。これが、インベントリと、あとクラフトとかも。なるほど。すごいな、要素がめっちゃ多そう。とりあえず話聞いていこう。チュートリアル老人。レフトトリガーで木や石を叩き、早く道具を作るのじゃ。道具は王から作れるぞ。敵を倒すとレベルが上がり、スキルポイントをもらえるぞ。レベルが上がったら、お、何？レベルが上がったら必ず振るのじゃ。スキルポイントは振れと。なるほど。アクティブスキルはホットキーにドラッグして使用できるぞ。四角の形をしたアクティブスキルだけが装備可能じゃ。ふんふん。クラフトの準備ができたら作業台を作るのをおすすめするぞ。もっともいろいろなものが作れるようになるんじゃ。クラフトするときは作業台を使おう。了解。作業台ができたら次は石のグライダーを作るんじゃ。なるほど。時代の祭壇を作れば
時代を進化することができる。もっといろいろなものが作れるぞ。最大ライフや最大スタミナを増やしたければ空に登るのじゃ。ほう、ちょっと待って、もうちょっと聞かしてあれ、もう聞けない。いや後半読み損ねたけど、まあまあまあ、空に登れってことだね。で宝箱を、お、フードゲット、石焼き芋、ファーガスの石焼き芋。これは特に壊せるわけでもないのか。あ、壊せそう。 OK、 樽壊すとアイテム手に入ると。なるほど。で魚は、これは直に掴んだりはできないのかな。ほい、あれ、無理そうだね。あ、食べちゃった。まあいいや。でミッションが右上に出てるから、それを一旦こなしていこうか。木を5回殴る、石を5回殴る。石、これ石じゃないのか。こっちか、これ貝だよな。はいはい、貝を取りましょう。で石を、あれが石ね。石を3、4、5、 OK。 ほう、なんか石30個集めるってミッションあるけど、あれは違うか、必須のやつじゃないんだね。でも石ちょっと集めとこうか。まあこんぐらいでいいかな。はい、であと木を5回殴る。あ、なんかモンスターみたいなのいる、かわいい。はい、木殴りました。原木が手に入った。で木の斧を作る。木の斧です、装備する。木の斧を装備する。作業台をまず作りたいって言ってたよね。クラフトで、木の斧、これか。原木があと1個足りない。で作業台を先に作りたいんだが、石の作業台、石と原木が10個。了解、それを先に作ろう。とりあえずひたすら原木を集める。 OK。いや、これ明らかに宝石かなんか。じゃ、お、この武器では歯が立たない。星1の武器が必要だ。あ、硬いものは拳ではやっちゃいけないんだ。なるほど。でとりあえずクラフトで作業台を作りました。で作ったものを置くのはどうするんだ。インベントリーで建築、これを装備する、これか。装備する、装備しちゃったよ。違うくて、自分の手元に渡したいんだ。これでいいのか。はいはい。でこれをどっかに置く。あ、なるほど。で回転させたりできるんだね。ほう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 、いいね。こういうクラフト楽しくなるよね。で、建築モード切り替え。スナップモードオン。ああ、なるほど。スナップに合わせると、他の材料を置いたときに、それとずれなく置けるみたいな、そういうことかな。とりあえず、ここに、じゃあ、置いてみま、置いてみます。すオッケー。レフトトリガー、左トリガーで置くことができました。でこの作業台を使うと、おお、いろいろ作れる。で、原木さんは持ってるから、木の斧を作ります。
で作れたから取得して、でこれを装備はどうするんだ、これか、はいはい、これで機能のを装備することができたと。で、次のミッション、原木を30個所有、石のつるはし。なるほど。いて。石のつるはしのために原木を30。あ、かなり効率よくなるね。斧取っただけで2個単位で取れていくようになったから、30個とか結構楽勝かもしれない。はい、これでもう30個分は集まったと。で、石のつるはしを次作りましょう。うん、作業台でつるはし、足りないのが石か。え、っていうか素材石だけでいいんかい。じゃあ、斧で砕いていいのかな、これ素手の方がいいかな。耐久度とかないといいけど、あ、効率が良くないって言われてる。じゃあやっぱりこれを外しの、なに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 、マップを開こう、クリア、なんか勝手にクリアしちゃったけど、あ、そうかそうか、方向キーを押すとマップが開けるのかな。あ、方向キー右でマップが開ける、なるほど。で、装備を外すのはどうするんだ、これか。で、あれ、違う、これでいいのか、これを選ぶ、はいはいはい、すでになった、 OK、 殴れる。ある程度集まったので、これでじゃあツルハシを作る、で取得 OK。 で、石のツルハシを装備するが次のミッション。はい、装備しました。で、石を30個集める。木よりさらに効率いいね。4個単位とかで集まる。はい、30個集めるか。おお、レベルアップした。これはなんか俺が勝手につけたんだよね、多分。あ、なるほど。上ボタンを押すと、ここだって場所を示すことができると。はいはいはい。で、石の作業台でグライダーを作る。あ、言ってたね。グライダー、グライダー。お、もう材料足りている。じゃあ、グライダー作りました。取得。で、グライダーで空を飛ぶ。ん?グライダー装備がまず先で。で、ジャンプ中に、おー、グライダー、楽しい。あ、夜になったね。夜なんか敵が強かったりするのかな?はいはいはい。で、次、木の棒を作る。とりあえず右上のミッションにひたすら従ってるけど、それでいいんだよね。木の棒を作る。OK、取得して装備した。ジャンプ切りをする。片手剣で A でジャンプ中にトリガー。じゃあ、いよいよ、さっきから攻撃仕掛けてきたモンスターとかに、ジャンプ切り。外したね。動物を倒して生肉を3個所有。すいません、生肉1個。あ、今のでもう3個いったんだ。生肉を食べて危険性を学ぶ。危険って言われてから食べるのきついな。食べます。はいはいはい。ダメージ受けたのかな今。ほんほん。で、アイテムを修理する。該当アイテムを長押しまたはインベントリから選択で修理。長押し、違う、あ、なるほど。
こうやって耐久度を修理できるみたいな。あ、じゃあ結構斧とかも酷使してたから回復させてあげよう。これも材料結構使ってんのよね多分。はいはいはい。で修理するたびに最大耐久値がちょっと減っていくんだ。だから同じのをずっと修理して使うっていうのはできないようになってんだね。で次の目標、キャンプファイヤーを作る。キャンプファイヤー、お、これで材料は石と木だけでいいからもう作れるね。作れました、取得。でキャンプファイヤーを、あ、キャンプファイヤーで肉を1個焼く。どっかに、じゃあスナップモードオンでこの辺に置いていいかな。はい、でこれで OK ました。で肉を1個焼く。肉をほい、あ、ここで改めて選べるんだ。で肉を今2個選んじゃったけどいいのかな。はいはい、肉を2個焼き、でそこそこ時間かかるんだね肉焼けるまでは。チュートリアルの人たちあそこずっと立ってんだ。あと半分、これで1個は取れる。おい、あ、ちゃ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 、水水水水水水水、おーつ、危なあー暑かった、暑かったよ。衣服が欲しいな。とりあえず火に触ったら危ないっていうことを学びました。で肉が2個できてるからこれでもう焼いた肉だね。で食べて、おお回復した。腹を満たすのミッション OK。 で、キャンプファイヤーの上昇気流を利用して空高く飛ぶ。キャンプファイヤーの上でグライダーをしよう。なるほど、これで使えるから、おー楽しい。で市場を設置、市場で物を売って100ゴールドを稼ぐ。市場を設置、市場市場市場、おお、これ違うな、時代の祭壇、商業施設市場。なるほど、これを作ることができると。市場を作るってすごい概念だな。はい、で受け取ってこの市場をじゃあ設置しましょう。ほい、でスナップモード入れてちょっとじゃあ斜めにしてみようか。外側にカウンターがあるんだよね。だからこの内側に人が来るようにして、もうちょいこっち OK、 ここに設置 OKOK、 それっぽい。で、市場で物を売って100ゴールド稼ぐ。市場調べると、あ、なるほど、ここに置けるんだ。このチェストに入れられたアイテムは出荷され換金されます。じゃあ何売ろうかな。貝とかまだ使ってないから貝売ろうかと。で一部を選ぶのは、あ、ミキトリガーね。砂と、あ、半分しとく、これで OK。 でここに大きいの、でこれも大きいの、石とか砂を売ってる商店が出来上がったと。はい、これで換金されました。で100ゴールド稼ぐも OK、 達成。お、1640って結構なお金持ってるな。最初いくらだったのか見てなかったけど、
文明の祭壇を作成し時代進化に備える。ほうほう。作りましょう。文明の祭壇。何が足りない？原木が足りないので、じゃあ原木を切りに行きましょう。ダッシュ攻撃だと前キックになるんだ。あ、そっかそっか、これ装備してなかったからっていうのもあるのか。オッケーオッケー。ちょっと2本ぐらい切り倒しておこうか。はい、2本切れました。で、じゃあここに行ってどうしようかな。時代の祭壇、ちょっとなんかこの上の方に似合いそうな気がするな。じゃあ時代の祭壇を作りまして、で時代を進化させ報酬を得る。なるほど。時代の祭壇に合わせて X ボタン、グリッドに合わせて、どうしようかな。見た目どんな感じなんだこれ。正面がこっちか。回転させて、この辺りの岩の横とかに置こうか。で、ここで置きますと。おー。あー、これはだんだんゲージみたいに上に上がってって、上まで行くと時代が進化するのかな？なんか目離せないよね。なんか他のことしててもいいんだろうけど。最初だからね。で、上まで行くと多分時代が進化するのでしょう。はい、完全に出来上がりました。で、で、で、おーおーおーおお、ブルブルしてる、ブルブルしてる、ブルブルしてる。設置位置が悪かった。これ移動とかさせられないのかな。すげえブルブルしてる。はい、時代の祭壇調べます。何進化に必要な条件。農耕の時代になるってことか。今が石器時代で、進化すると石器時代から農耕時代に変わると。で、農耕時代になるとこういういろんなアイテムが作れるようになるよってことか。はあ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 、なるほど。で、時代を進化するのはあと石と銅鉱石、さっきのあの鉱石っぽいというか宝石が入ってるっぽかった石、あれが素材になってんのかな。で、あとは獣肉があと2つ。はい。で、お金は足りてるから、獣肉と石と、すげえブルブルしてる。ブルブルしてる。ごめんって。これじゃなくて装備して、はい。やーべ、もう時代がすげえブルブルしてる。お、あの石は削れないんだ。で、これは多分銅鉱石だよね。はい、来ました。で、あと獣肉、すいません。あ、武器だとすごい早っ。で、これで足りてるはず。で、はい、時代を進化させるのボタンが有効になったので、時代を進化させてみます。おー、おしゃれ。すげえブルブルしてるけどおしゃれ。で、これでもう時代が進化したのか。ちょっとここ行くと、あ、もう今農耕の時代ってなってるもんね。作れるものがこれで変わっているというわけか。あ、乗っちゃった。はいはいはい、この辺いろいろ増えたね。鉄のツルハシとか銀のツルハシとか。なるほど、こうやって進化させていくんだ。はい、では今回はこれぐらいで終わりにしたいと思います。マルチで遊ぶにはもうちょっと慣れた方がいいと思うので、もうちょっとだけ進めてから
配信の方でやろうかなと思います。なので次回も動画でお届けする感じになるかな。はい、そんな感じでありがとうございました。またよろしくお願いします。